大切なことは歌い終わってからお話ししようと思います。聞いてください。人類の泉。すすり泣く声が響く畳の上で抱きかばかえてた。この骨の重たさを私自身にどうかさせるの。やり直すこともできない。
ぜこの日を選んで私たちが単独ライブに踏み切ったかと言いますと、ちょうど7月で2人でタマと出会ってこう一緒に音楽をするようになってから2年が経ちました。そこでちょっと自分たちにもこう次の目標というか挑戦をしたいって思ってた7月と7日はちょっとこう個人的に、とある出来事があって、自分の中でなんとなく7日っていうのが毎月毎月区切りの日になりました。そういう自分にとっての大切な記念日に、今まで関わってくださった皆様すべてに感謝の気持ちを、私たちが持ってできる表現で音楽で言葉でお伝えできればなと思って、しつこくしつこく皆さんにお誘いをかけた結果、こんなにたくさんの人が集まってくれました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。私は結構不器用な方で、マルと名乗っている割にトゲトゲしてしまうことがよくあります。でもこうやってこの日を選んでくれた皆様がいるおかげで、こうやって自分の思いを彼にこうメロディーつけてもらったり、コードつけてもらったりして、こうして作品として表現できて、とても嬉しいしありがたいなって思って、皆さんにも今日という日がしばらくの間でもいいけど刻まれるととても嬉しいです。そんな大切な人たち、家族、友人、それから恋人、私にはいないですけどね皆さんそれぞれにこう大切な人たちがいると思うんです。その人たちとの間に生まれた愛情というか、大切にしたい気持ちをたくさんこれからも生み出して育んで、いっぱいいっぱい数えて、皆さんの財産にしてほしいと思います。次が最後の曲です。そういう気持ちを込めてつけたタイトルです。今日は本当にありがとうございました。最後に聴いてください。ブルーパンダリアで数え歌。あなたは今ここ
ゃない、そういう絆とかね、応援とか、丸く丸くどんどん大きくなりますように、そんな願いを込めて歌いますよ。聞いてください、ブルーパンダリアで 3.14π。見てもいいかい。
当に今日はありがとうございました。ブルーサンダリア初単独ライブ、鏡の中の物語、最後のページはこの曲で終わりたいと思います。聴いてください、光の歌。手紙を書いて、あの歌を